坂本勉の人生ちょっと、ちょっと、始まりました坂本勉の人生上等。ちょっと口払ったいがかなりモテたもんさ、女子がチョコをくれる日があるらしいて、噂は本当で、机にハートのピーナッツのチョコ、ボタンがなくなったあの成功体験が、街に東京に出るヤバい自信になったぜ、 Oh my God。 16で出会った成り上がりがずっと来てバンドを組んで、ワーケンロールにのめり込んで、ちゃんに憧れ、イマジちゃん ハロー。いや、2ヶ月間ぶりだね。そうですね、でも顔忘れちゃったよ、もうねえ、何やってたのよ、2ヶ月間も。いや、実は、もう約2ヶ月ぐらいのお稽古期間も含めて、舞台に行っていただいてます。はいはいはい、赤星という舞台で、女性刑務所がテーマの舞台。女性刑務所がテーマだったの。はい、でそれで私ちょっと刑務官役をさせていただいてたんですけど、それって何、あのおじさんはさ、女性刑務官でなんだって言うと、なんかこう、なんかコスプレな、セクシーなこう衣装を思い出すね。そんな感じ？もうがっつり、もうズボンに白シャツに、なんなら、今と印象全然変わるかもしれないけど、ざっくり筆算分けで、ピシッ、もう、キリッ。そういう感じなんだ。あの、昔ね、あの、梶芽衣子さんかなんかの、あの、サソリの、なんとかっていう、多分あのアラカンの人は見たら見てたらあれねって言うかもしれないけど、そういう感じじゃないんだね。もうがっつりもう、はい、厳しい刑務官役で。もうでも舞台終わっちゃったってことはあれでしょ、ネタバレしてもいいんでしょ。あ、そうですね。どんな感じのストーリーだ、それ聞きたかったんだよね。そうですね、なんかもういろんな女性の囚人や刑務官、はいはい、いろんな個性豊かな役の方が出てくるんですけど、なんかそれぞれ一人一人に女性の悩みや、もう個人、うん、個々の悩みなどがあって、まあ、それをあのどうこれからも乗り越えていくのかとか、そのお例えばそういう内容なんだ。はい、で、あの実は私も刑務官役で、うん、新人刑務官の役だったんですけど、うん、あのまあ、結構、まあ、普段は結構ちょっと気の弱い感じ の役で、あのなんだけど、あのやっぱ囚人の前では自分が、ま、その気の弱さで言っちゃうと負けちゃうから、うん、あの気をしっかり持ってピシッてゴレッとか、非常にこういう動きですね、はい、もうピシッてやってたんですけど、あのもうやっぱちょっと気の抜けるまた別の場面では、うん、あのちょっと先輩に相談乗ってもらってる気の弱い、そのちょっと弱い部分を見せたりとかして、そのやっぱ表の面と裏の面と、なんかそういうとこが伝わればなって思って、あのお芝居してました。そうか、ということは何、あの女優さんを2ヶ月間やってたということか。そうですね、しっかりあのお稽古もさせていただいて、ちょっといろいろ
役作りで頭を抱えながらやっていましたけど。じゃあこの2ヶ月間でちょっとね、はい、かおちゃんは大きくなって帰ってきたということで皆さん、そうね、どうもお帰りなさいませ、はい、ただいま帰りましたそうなんだね、そうかそうか、そうか、まあ、それはいいんだけどね、なんかあれだってね、なんか、はい、アイドルになるんだって、なんかあ、どっから情報聞いたんですかもうさ、どん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 この番組とかからもういなくなっちゃうんだよな、あなた。いや、そんなことないです、これからも皆さんにお届けしていきますので。もうさ、アイドルとかになっちゃったら、もうこういう番組とか出てれば、まあ、こんなおじさんと一緒になんかあ、出てきた、なんか、あ、そうなんです、一応あのセルスティアっていうあの、アイドルグループ、セレスティアです。セレスティア、セレスティア、ちょっと分かりにくい、読み取りづらい。どういう意味なの、セレスティアって。まあ、ちょっと天国のようにとか素晴らしいとか素敵なっていう意味ではあるんですけど、あの、そうですね、あの、まあ、皆さんにそんな世界観とか、あの、表現ができたらいいなっていう意味で名付けられた、でそのお披露目っていうのがこのあれですか。そうですね、いつあるのこれは。8月8日に名古屋芸術創造センターっていう場所がありまして、あの東海グランドフェスタ2023サマーステージっていうイベントが ありまして、このイベント一応、歌やダンスなどあの様々なパフォーマンスの総合イベントっていう形ではあるんですけども、その中であの私たちセレスティアの、あのデビューライブもあのこちらで開催させていただくことになります。すごいね、それは。はい、何何、それでそのセレスティアのことをちょっと聞きたいんだけども、何人グループなのそれは。現在が、今現在ってデビューあのお披露目じゃないの、デビューじゃないの。あ、そうですね、でデビュー前からあの今現在あの、あの少しずつ活動していますね。そうなんだ、その中であのもうすでに一人あの辞めて一人まだ入ってたか、そんな感じなの。そうですね、あ、そうですね、日にもよるんですけどあの日にもよる、あの、そうですね、日々変わっちゃうんだ。やっぱ私もあの前回の舞台あった時あの、1日イベント参加できなかったりとかする時もあったのでありましたので。あ、なるほど、そういう感じのユニットなんだね。はい、で、なるほどね。そうですね、で、あのそちらであの、まあ、いろいろ披露させていただくっていうのもあるんですけど、あの、まあ、もう一個同じイベントの中で、あの私がまあ別枠としてドレスショーの枠がありまして、ドレスショー、ほう、はい、あのそちらで、あのそのブライダルモデルというか、はい、ちょっと待って、ブライダルモデル、ドレスショーにも参加させていただくことになりましたので、ぜひそちらもあのもしご興味がありましたら見ていただけると。え、何、ウェディングのドレスっていうことはあのウェディングドレスってこと。そうです、そうですね、あの綺麗なドレスを着させていただいて。なんかもう父親代わりとしてはあれだね、寂しい感じするね、なんかね。え、そうですか。その2つが、まあ、あるので2点、もし少しでも興味湧いていただいた方がいらっしゃいましたら、ぜひ松島加穂の、あのツイッターなど SNS にここにね詳細が出てないですが、松島加穂ってあの調べていただきましたら出てきますので、ぜひチェックしていただきましたら、詳細など載ってますので。でまたちょっとずれちゃうんですけど、そのアイドルセレスティアは一応あのデビューが8月、正式デビューが8月8日なんですけれども、もう現在からあのご縁がありまして、さまざまなイベントに参加させていただいて、もうすでにもうやってるんだ、あっちこっちで。はい、そうですね、少しずつ参加させていただいておりまして、あのそうですね、8月8日の前、8月今月だと、近日中のイベントですと、8月6日に、なるみにぎわいマルシェっていう命の音楽祭っていうイベントが開催されてまして、でこちら の、あのイベントに出演させていただくんですけども、こちらの命の音楽祭っていうのが、あのリブフォーライフみなこ基金っていうのが主催の骨髄ドナー登録の啓発をしているイベントになりまして、あの
でこちらがあの実は、うん、あの急性白血病で亡くなりました、はいはいはい、あの2005年に亡くなりました本田美奈子さんが、うんはいはいはい、あの発案してあのできた、うん、あのイベントになるんですけれども、うあのそうですね、こちらが、難病支援や骨髄ドナー登録の啓発を行っている NPO 団体になりまして、ドナー登録以外にも、うん、あの募金活動などさまざまなことしておりまして、ドナー登録は18歳以上55歳未満の健康な方が対象にはなってしまいました。なんか今目がきつかったな。55歳以内すごい圧がなんですけども、うん、あの募金活動なども行っておりまして、私も毎回あのイベントに参加させていただくたびに募金活動させていただいているんですけども、 あのこれをご覧の皆さんもあのぜひドナー登録や、うん、あの募金活動などしていただけたらなって、うん、あの思いますね。早いね。そうなんだ。あれなんかつとむさんもなんか、うんうん、私ちらっとなんか聞いたんですけど、なんか舞台出演がある。そうそうそう、あのね、はい、もう舞台はさ、もうね、もうちょっとあのお断りしてたんですけど。なんでですか。いやもう舞台はもう舞台やるとさ、はい、もう 日にちが取られちゃって、もうスケジュールが、あーなるほどですね、もうずっとだし、もうね俺の年になるとさセリフが入ってかないし、えそんなにですか。そうもうねもうスポーンって飛んじゃうからね、はい、だからね、あのもう自分 の, あの本職の歌い手だったらこうちょっと譜面見ながらってこうやるんだけど、はい、そういうわけにもいかないわけじゃない。ああ、まあそうですね、で自分だけじゃないから、やっぱり役者さん同士のこう掛け合いがあるでしょ。キャッチボールですね。そう、はい、それ考えるとさちょっと迷惑かけちゃうしあれだなと思って、もう結構何回か誘お誘いはいただいたんだけども、はい、全部ちょっと丁重にお断りしてたんですよ、はい。そしたら、まあ、たまたま、名古屋で、はい、ね、名古屋でやるんだと、はい、でもしやられるんだったらちょっと、舞台が終わってからね、はい、ステージを やってくださいという話になって、はい、まあステージやれるんだったらいいなってことで、なんか、それだったらいいなと思ったんですけど、じゃあちょっと役者でも出てくださいっていう話になって、はい、まあ、ちょっとだけですけど、はい、少し参加させていただいてっていうことで出してもらって、あそうなんですよ、はい、実はもうすぐなんですけど9月の26日からですね、はい、26、うん、なんだっけ26、27、28、はい、ちょっと待って26、27、28、29、30、10月1日っていうのがそこに載ってるんですけど、シアターアルファ東京っていうね、はい、恵比寿にあるところなんですけど、はい、まあそこで、まあそこはちょっと出るか出ないかっていうとこだったんですけど、まあどうせだったらってことで出ることになってしまったっていうね、うん、はい、でまあそれが今度終わりましたら、今度それこそ今の名古屋ですよ、はい、名古屋が今度ね東別院ホールっていうのがありまして、はい、でそこで10月6日に1時と6時、はい、そして10月7日が1時ということで3回やるんですけども、はい、その時にその舞台をまずやりまして、はい、でその後に僕 の, あの歌謡ショーというか坂本勤のライブショーっていうのをやるというね、はい、それ2本立てでじゃあもうお芝居とライブ両方とも見れるっていう超お得な、まあ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 そうですね、はい、でなおかつねこれね原作これね悪党どもが多すぎるっていうそういう癖が強いよ。そうそうそういうタイトルなんですよ、はい、でその悪党、なんだどもが多すぎるっていうの題で、はい、で主演がですね成瀬正隆さん、はい、ねもう役者役とかなんかもうすごい、はい、ねそれ以外でもすごく優しい笑顔のねはいおじさまなんですけども、はいね、その方が主役で、そこがあとなんとですね、はい、男組、はいね、男組の、前田光代さん、はいね、が、
出演されるということで、はい、もうそうそうたるメンバーの中でですね、はい、先日ながら坂本さんもちょっと出させていただいて、いやーこれは楽しみですねもう私が見に行きたいぐらいですもんありがとうございます、はい、ね、なのでまああのちょっと東京はね、あの本当にあの僕ちょっと出るだけなんですけども、はい、あの名古屋は本当にあの出演もですけどライブショーもやりますね、はい、で、ちょっとこの間ラジオでね、はい、ついつい口を滑らせて言ってしまったので、なのでまあ一応あのこのアズーリの、はい、FM のね、をご覧になった方で、はい、予約いただいた方にはですね、はい、なんとですねチケットにプラス坂本さんのグッズをプレゼントしようと漏れなくですねやったー、そんなことがちょっとありますんでね皆さん、これはもう、そう大チャンスですよ。そうですね、まあ、お問い合わせはですね、はい、こちらの今で、あ、ここか、ここに出てますんで、はい、こちらまでねいただくか、もしくはもう坂本さんのこうホームページ見ていただくとね、お問い合わせ先とか出てますんで、はい、ぜひですねよかったら遊びに来てください。はい、お願いします。さあ、そういうわけでございましてですね、はい、まあ、今日はかおちゃん久々に戻ってきたということでね、何しますか、何でしょうか今日はいつもスポンサーさんが来ていろんなことをこうされ、はい、していただくんですけど、今日ちょっとどなたも今日は来られないということで、なんとなんとですねもうこれ1時間どうしようかなんてね、はい、ねえ思ってるうちにもうすでに結構な時間が経ってるというね。あ、本当ですね、結構な時間が経ってる。まあ今日はだからこう、はい、こうトークと、あと今日はちょっとね、はい、秘密兵器をね持ってきました。なに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 じゃあ、すごいということでね、今日はこのギター片手にですね、弾き語りとか、はい、なんかもちょっとやっちゃいたいなぁ。これは楽しみですね。いや、でもわかんないよ、あなたのトークがブワーッといけばもうこれ弾かなくてもいいっていういや、こっちもちょっと聞きたいな、ね、まあこんなのも今日ね、交えながらね、はい、ね、1時間お届けしていきたいなと。そうですね、思ってますね。たまにはこういうね、ラフなね、ラフな感じをね、感じでしっかりやっていきたいな、ね、なんかでもいつもラフだよねっていう感じで、ね、はい、でそんなことでお届けしますんでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ではこの番組では皆様からのメッセージやコーナーリクエストなど、いろいろお待ちしております、うん、ツイッターに人生上等や坂本つとむ松島かほなどをハッシュタグをつけて、こちらのアカウントですね、こちらも同じような内容ですが、こちらまでお願いいたします。またあとメールアドレスですね、多分出してもらえると思うんですけど、一応 QR コードがありまして、ちょっと待ってくださいね、あ、出てきました、こちらですね、こちらの QR コードまでお願いいたします。はい、よいしょ。ではこの番組は株式会社スターネット、株式会社水素ジャパン、有限会社大和建材、翼屋大春店の提供でお送りいたします。はい、よくできました。じゃあ噛まずに言えました。ではですね、ちょっとここで一曲、お届けしたいと思います。ロストプロポーズ。この胸に一つだけ、そう心の氷があるんだ、好きと言いたくて言えなくて、そっとしまった
喜びも悲しみもそうやがて薄れてゆくけど歯にかむ仕草も歯がゆさもずっと色褪せないよ背中合わせの恋が今向き合うのなら抗う手羽先は翼屋大春店へ名古屋 052-445-5155 052-445-5155 余った電気を売却できるってご存知ですか？太陽光は災害時や停電時にも使用でき超寿命で保守管理も簡単クリーンエネルギーなので地球環境保護にも役に立っています。ドローン事業、空撮、メンテナンス、防犯セキュリティ事業も受けたまわります。お問い合わせは電話 052-445-4100 株式会社スターネットまで。相変わらずだな、ここも。そんな言葉が聞こえてきたら、内装工事全般からビル、マンション、住宅の建て替えまで、大和建材では幅広い業務を行っています。お問い合わせは電話 052-444-7640 052-444-7640 有限会社大和建材まで。近頃の若いものなんですが、まあ近頃の古いものもなんだと思いますよ。はい。さあ中盤というか、なんか今日なんかあっという間の、もうあとわずかの時間しかないみたいなぐらいな。フリートークだとなんか楽しんじゃってあっという間になっちゃうんですかね。いやもうあのね、でもねちょっとね最近僕はほら全国あちこち行ってるでしょ。はい。で
まあね、それそこそこ、時間があるときは行くんですよ、はい、いろんなところに足運んで、あ、はい、うん、でやっぱりこう美味しいもの食べたいじゃないですか。あ、いいです ね、 ね、だから、久々に名古屋にね、来たので、はい、名古屋がほら先月あなたいなかったから、はい、だからこの番組を東京で撮ったりしてたんですよ、はい、あ、そうなんですか。だから名古屋ね、もう3ヶ月ぐらい来てなかったよね。じゃあ久しぶりの名古屋ということで、そうだから久々名古屋で、はい、何食べようかなと思ってるうちに、なんか東京でも食べれるものばっかり食べてて、はい、うん、だから今日はちょっとなんか名古屋っぽい名古屋飯を食べようと思って、今日朝、はいはい、朝からあんかけスパゲティ食べてきましたよ。お、ね、ですね、どうでした。いや、もうそれうまいでしょう。私あんかけスパゲティ食べたことなくて、えまだ食べる機会なくて、えだって名古屋っていうか三重の人でしょあなた。あ、そうです。で、うん、引っ越してきからまだ名古屋名物っていうものって食べたとしても、前回うん、翼屋大春店さんに来ていただいて、うん、手羽先ね、はい、手羽先食べたのと、うん、あと個人的に私この前一人でヤバトン、あ、ヤバトン食べに行って、聞いてくださいよ、この人ね一人でね行くんですよ。たまたまちょっと違うラジオの番組の収録があった時に、はい、なんだっけ、焼き鳥屋さんのねところちょっと撮った時、ここ行ったことあるみたいに言ったら、はい、この間一人で行きました。一人で行ったのなんて、へえ、いいじゃないですか。そう、このとんかつ屋さん一人で行って、いいじゃないですか別に。でも一人でこれなんか飲んで食べてたらさ、はい、いうところでナンパされるでしょ。え、されないです、されないです、全然。されないか。一人の時間をされないか。でもなんかみんなでワイワイこう食べたり飲んだりする時も楽しいんですけど、なんか一人でなんかしっぽりって言いますか、その時間を楽しんで食べたり飲んだりするのもまた楽しいんです。まあもちろん、はい、まあ、僕なんかはもう一人で結構行くこと多いのであれですけど、はい、そうか、まあでも女性も一人っていうのもまあいいかもしれないね。でも最近多いですよ、一人喫茶店とか一人飲み女子。どうですかね。あれ何、一人で行くときは何、お酒飲むの。飲みますね、お店によりますけど、もう本当喫茶店行ったらもうコーヒーとか。いや、まあそれは喫茶店行ったらね、それは喫茶店行ったらコーヒーでしょう。そっか、ね、でもだと喫茶店行くときはね、日本酒の熱燗かななんてそんなことないでしょ。、ね、ちゃんと居酒屋行ったときはもう一人でお酒飲みます、ね、いや、ちなみに何を飲むの。私結構基本何でも飲める人なんですけど、うん、大体焼酎が多いですかね。よくおっさんかって言われるんですけど。そっか、焼酎を煽るんだ。なんか好き、一番飲みやすくないですか。もうなんかやっぱり割るんでしょ、ソーダとか、なんか炭酸とかなんかで割るんでしょ。そうですね、私今まで、うん、欲割りが多かったんですけど、最近なんかいろんな割り方があるって聞いて、うんうん、いろいろ試してるんですけど、うん、紅茶割りとか、まあ、コーヒー割りとかもあったり。でもね、ちょっとね、お父さんはほっとしたよ、はい、いや焼酎やっぱりなんか割るんでしょ。いやいや、ストレートです。どうしよう。本当の親父ですね、それはもう。と思いましたけど、はい、いやいや、もう大体ね、冬は梅干し入れてね、お湯割りでなんて言ったらどうしようって思いましたけど。あ、でも、うん、この前、うん、飲んでみた、うん、ソーダ割りがすごい美味しくて。炭酸割りやっぱりね、はい、こうさっぱりして、はいはい、ね、初めて飲んだんですけど、焼酎に炭酸って合うのかなってずっと思ってたんですけど、うん、あ、まあイメージとしてはそうだよね。だけどやっぱり炭酸割りはやっぱうまいですよ。すごい飲みやすくなりますね、あと、うんうん、ね、なんかすごい美味しい。え、ちともさんは何のお酒が好きですか。いや、もう俺ね、結構ワインが好きで、はい、だったんですけど、やっぱりちょっとこの年なんで見てる人幻滅するかもしれないですが、僕も定期検診は行くわけですよ、ロックンローラーのくせに。、はい、毎年行くんですけど も、はい、もう定期検診行って、はい、その時に先生から、はい、ちょっと肝臓のね、はい、数値があまり良くないと。お、ね、なのでつって、そうなんです、お酒結構飲まれますよねって言うから、いや、まあお酒やっぱり結構飲みますよねなんて話から、うん、
何飲みますかって、まあ、僕ワインが好きで、ああそうなんですねって言って、どれぐらい飲むんですか、まあ1日飲むとしたら1本ぐらい飲んじゃいますねって言ったら、ああじゃあちょっと多いので一度あの試しに坂本さん、あれ焼酎とかに変えてみてくださいって言って、わかりましたって言って1年間本当にね、はい、ワインも飲んだんだけど焼酎を中心にこうローテーションしたわけですよ、はい、そしたら翌年ねなんと数値がすごく改善されたと、だから焼酎はやっぱりいいんだよね、まだ体にお酒っていう、いや体にいいのか分かんないですけど、いや要するにワインよりはいいというそういうことだ、そうですよね、それありますよね、だからまあそれからちょっと焼酎結構飲むんだけど、やっぱりでも、に日本料理とかやっぱり食べるときはどうしてもこう、冷やで日本酒も飲みたいじゃないですか、はい、あ分かりますわかります、なんかビールとか飲みすぎるとあまり肝臓に良くないとかってよく言われたり、ビールはそうでもないんだろうけど、ビールはでもほらあれに良くないんですよ、はい、なんだなんか膝とかね、なんつうのあれ、なんつうだっけあれ、あ、そう、痛風、痛風に、風痛じゃなくて、それ逆でしょ、風痛って、痛風、もうね、痛風、はい、俺も仲間とかが痛風の人いるんだけども、そうね、もう話聞いてるとかわいそうになってくるぐらい、あ、もうつーちゃんさ、はい、その一個のね、はい、大きい卵も一個だし、はい、ここにイクラがいっぱいあるけども、はい、これも一個なんだよっつって。だから痛風になると卵って1日2個までってとか1個までとかって言われるんだって、あ、そうなの、でもこれあれだよね、いくらだったらあれだよね、2粒とか3粒とかそういうことじゃないのって言ったら、いやいくらも1粒っていうのは1個なんですよ、らしいよ、サイズ感の問題とかじゃないですか、だからじゃあ何数のことがどうすんのとかってそんな話になってくる、もうこんなんですよこれも一粒なんだよみたいな、何を言ってんのっていう話だけど、でもそれぐらいやっぱりね、結構痛風になると大変みたいです、そりゃ大変です、痛いっていうよね、そりゃ大変だ、ね、絶対なりたくないね、だからまあちょっとね気をつけてね、はい、いきたいなとか思うんですけど、さあそういうわけで同じでね、ちょっと、はい、じゃあ一曲なんかねやりましょうよ、せっかくなんで、いいんですか、逆に私生歌聞いちゃう感じですけど、ね、どうしようかな、何やろうかな、あ、じゃ あじゃあねこれしよう、旅の空から、聞こえてる？聞こえてる？バッチリ。じゃあちょっと聞かないで。見知らぬ街へ行きたいな。何かが足りない気がすると君は振り向いたの、地裏の猫、日だまりテラス忘れていた気持ち、穏やかな時間がほどいてゆく心、青空に浮かべたよ小さな夢、遠回りも悪くないだろう、教えてくれたよ大切なこと、偶然の出会いが輝かせる心、泡を追ってたもの一度おろそうか、 I love you, I need you, I want you、 あの時精一杯生きていたね、 I love youI need you, I want you、 今なら素直に言える
さ、風の向こう、あなたの笑顔が今もまだ揺れているよ。見知らぬ街へ行きたいな、誰でもないただの旅人になりたい、偶然の出会いが輝かせる心、背負ってたもの一度おろそか。 I love you, I need you, I want you。 あの時精一杯生きていたね。 I love youI want you, I need you。 今でも追いかけているのかな、風の向こう、あなたの笑顔が聞こえたよ、旅の空から。ありがとうございます。いやーもうね、ね、次のこと曲が出てしまったという、ね、感じですけど、まあそんなことよりもね、いやもうびっくりしましたわ本当に。これ今ね、歌詞もそうだしコードを見ようと思ったから真っ黒になっちゃって、あら、あれと思ったら電池がなくなりました。おまさかのというわけでございまして、それでは CM に行ってみたいと思います。どうぞどうぞ。血管が健康寿命を左右することを知っていますか？血管は単なる血液の通り道ではありません。血液循環を滞らせないようにサポートするのが血管の役割です。さまざまな病気や老いの原因と考えられる悪玉活性酸素を副作用もなく体外へ排出できる唯一の物質が水素です。相変わらずだな、ここも。そんな言葉が聞こえてきたら、内装工事全般からビル、マンション、住宅の建て替えまで、大和建材では幅広い業務を行っています。お問い合わせは電話 052-444-7640 052-444-7640 有限会社大和建材まで。おいしい手羽先は翼屋大春店へ。名古屋 052-445-5155 052-445-5155。 はい、ただな。罪なやつさ、あパシフィック、あ、間違えた、もう一回、青くやつ
さ。あパシフィ。ちょっと待ってよ、もう間違えちゃった。じゃあ徳永さんどうしたんですか。もうこれがね、生のいいとこ、生じゃないよ。罪なやつさ、あパシフィ。もう一本 CM いっちゃいましょう。どうぞ。そんな言葉が聞こえてきたら、内装工事全般からビル、マンション、住宅の建て替えまで、大和建材では幅広い業務を行っています。お問い合わせは電話 052-444-7640 052-444-7640、有限会社大和建材まで。血管が健康寿命を左右することを知っていますか？血管は単なる血液の通り道ではありません。血液循環を滞らせないようにサポートするのが血管の役割です。さまざまな病気や老いの原因と考えられる悪玉活性酸素を副作用もなく体外へ排出できる唯一の物質が水素です。余った電気を売却できるってご存知ですか？太陽光は災害時や停電時にも使用でき、超寿命で保守管理も簡単。クリーンエネルギーなので地球環境保護にも役に立っています。ドローン事業、空撮、メンテナンス、防犯セキュリティ事業も受けたまわります。お問い合わせは電話 052-445-4100 株式会社スターネットまで。秋よ来い、冬も来い、はい。ちょっとね、突然時間よ止まりやってましたけど、もう今の TikTok ですけど見てくれてる TikTok？ もうめちゃくちゃ見てます。なんかすごい16時刻にみんなハマってましたね。そうですね、16で。今日ね、せっかくなんでこの、はい、アズーリ FM のこのスタジオで、はい、TikTok をね撮っちゃいたいなと思ってます。よかったらお付き合いください。人生ちょうどこう。Now let's go! 人生ショー Hey, 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 hey! 人生ショー Oh, yeah! 年が飛んでも、髪まくっても、叫ばせてくれ。60年走った、俺たちの親父も、人生上等！口はまったりがかなり持ってたもんさ。女子がチョコをくれる日があるらしいって。Ready, hot, don't know, peanuts, don't know.
もう一回いくよ。ゴルフも人生も力まない力まない、俺たち親父大世代。余った電気を売却できるってご存知ですか？太陽光は災害時や停電時にも使用でき、超寿命で保守管理も簡単。クリーンエネルギーなので地球環境保護にも役に立っています。ドローン事業、空撮、メンテナンス、防犯セキュリティ事業も受けたまわります。お問い合わせは電話 052-445-4100 株式会社スターネットまで。手羽先大好き、手羽先大好き、つばさやの手羽先、ごちそうさま。美味しい手羽先はつばさや大春店へ。名古屋 052-445-5155 052-445-5155。血管が健康寿命を左右することを知っていますか？血管は単なる血液の通り道ではありません。血液循環を滞らせないようにサポートするのが血管の役割です。さまざまな病気や老いの原因と考えられる悪玉活性酸素を副作用もなく体外へ排出できる唯一の物質が水素です。いやもう今日それあっという間だったね。もう本当にあっという間でした。もうびっくりするぐらい。あでも楽しかったね。ね、皆さんどうもありがとうございます。で、もう一回ちょっとせっかくなんでアイドルのちょっとね、皆さんに見てもらいたいな。はい。はい。完全アイドル仕様になりました松島かほですが、アイドルセレスティアとして活動しておりまして、8月8日に開催される東海グランドフェスト2023年、うん、サマーステージにて、アイドルのデビューライブが開催されます。おまた私もね別件でブライダルモデルもさせていただきますので、うん、ぜひ皆さん気になった方いましたら松島かほのツイッター、うん、SNS などご覧ください。はい、はい、そして、はい、そしてですね僕の舞台がですね、ありますので、シアターアルファ東京というね、9月26日から10月1日そしてなんと名古屋東別院ホールですよ、はい、こちら10月6日7日ということでね、3日間で3公演か、はい、3公演そしてこの舞台の後にですね坂本勉のライブがあるということでね、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなと思います。また来月も、はい、ね、皆さんと楽しい時間を過ごしたいなと思いますので、はい、またその時にお会いいたしましょう、はい、お相手は坂本勉と松島香穂でお送りいたしました。人生ジャートWe'll be right back.
剣だよ。無邪気な唇でイチコロさ I want you, I need you, I love you。 秘密のサインで繋がってるんだよ。いつものダンスタンで軽くウィンク。誰にも内緒だよ。二人だけの I want you。